新型コロナワクチン接種のインターネット予約についてのご案内です。ワクチン接種には必ず予約が必要となります。予約を取ってから接種会場にお越しください。携帯電話やスマートフォンから予約をする場合はこちらの QR コードを読み込んで予約サイトを開いてください。 QR コードは接種券と同封してお送りしたチラシにも記載されていますのでご確認ください。パソコンから予約をする場合はこちらの URL を検索するか大村市ホームページの新型コロナウイルスワクチン接種についてからアクセスしてください。予約サイトにアクセスしたらまず接種券番号とパスワードを入力してください。接種券番号とは接種券に記載される10桁の番号になります。パスワードはご自身の生年月日を8桁にした数字になります。例えば1954年2月21日生まれの方の場合1954-0221となります。接種券番号とパスワードを入力したらログインをクリックしてください。続いてメールアドレスの登録をお願いします。メールアドレスの登録は必須ですので日頃使用されているメールアドレスを入力し確認メールを送信するをクリックしてください。入力されたメールアドレス宛に大村市メールアドレス登録確認という件名のメールが届きますので確認してください。こちらに記載されている URL から24時間以内に予約サイトにアクセス、再度接種券番号とパスワードを入力しログインしてください。ログイン後、お名前、電話番号、住所などのアカウント情報を登録してください。電話番号の登録は任意となりますが、接種予約日に来られなかった場合の確認の連絡や緊急連絡の際に必要ですので、登録をよろしくお願いします。アカウント情報の入力とパスワードの変更を行ったら登録するをクリックしてください。ここからいよいよ予約に入ります。接種予約は必ず1回目と2回目の2回分行ってください。後で2回目を予約しようとした際、適切なタイミングに予約が取れない可能性があります。必ず同時に2回分の接種予約を行ってください。予約をするには予約変更するをクリックしてください。続いて接種会場を選択をクリックしてください。接種会場の検索画面では何も入力せず検索をクリックしてください。続いて予約ができる接種会場が表示されますので希望される接種会場を選択しこの会場を予約をクリックしてください。次に予約可能な接種日が表示されますので空き状況を確認の上希望する接種日を選択してください。空き状況は丸が余裕あり、三角が空きあり、×が空きなしと表示されます。希望する接種日を選択後予約できる接種時間帯が表示されますので希望する接種時間帯を選択してください。次に入力された内容が表示されますので間違いがないか確認し、問題がなければ予約を確定するをクリックしてください。これで1回目の接種予約が完了となります。続けて2回目の接種予約を行うため続けて予約をするをクリックしてください。1回目の接種予約と同様に接種会場、接種日、接種時間帯を選択し2回目の接種予約を行います。必ず1回目の接種予約日から3週間以上間を空けて2回目の接種予約日を選択してください。予約内容はサイトの上部にあるマイページをクリックすると確認できますので、2回分の接種予約ができていること、接種会場、予約日時に誤りがないことを確認してください。以上でインターネットでの予約方法の説明は終わりです。接種を希望される人すべてにワクチンは確保されています。落ち着いて接種予約を行ってください。ご協力よろしくお願いします。